はい、こんにちは、ワン。ハケオレイベンです。それでは今回こちらのゲーム、アクアリウムは踊らないというゲームをやっていきましょう。OK。はい、ということでね、今、巷ですごい話題になってます、こちらのゲーム。まあ、なんでこのゲームすごい話題になってるかって言ったら、制作期間が8年間で、制作された方がチームでもともとやっていたんだけど、なんか、他のメンバーが、蒸発というか、なんかいなくなったみたいな。で、結局、イラスト担当していた方が、もう一人でそのまま継続して、8年というね、長い年月をかけて作り上げた、今すごい話題になってるゲームです。ね、タイトルはもちろん聞いたことあった。うん。で、正直ホラーゲームとは思わなかったんだけど、ホラーゲームだったんだね、これ。うん。で、それが、やっと先日完成したということでね、8年の年月をかけて。さ、本当になんか、久々だね、こういう感じの、なんか、ゲームやるの。ちょっと普通に楽しみでもある。最近やりたかった、マジで。じゃあ早速行ってみましょう。入り口から。あ、待って、すごい。エフェクト可愛かった。今見た、みんな。今クリックした時の。このゲームは恐怖を与える表現が含まれてます。小さいお子様や心臓の弱い方、プレイをお控えください。よし、やめよう。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価。うわぁ、久々だな、この感じ。あー、はいはいはい、オッケーね。オッケーね。スーズちゃんね。体感する。オプション。アイテム。特に何も持てない。ほら、見てみな、これ。え、すごい可愛くないこれ。ね。あー、すごい。このエフェクトいい。オッケーです。はい。あ、待って。そういう感じ。あ、一応これ十字キーか。十字キー、待てよ。十字キーの。わー、待って、そういう感じか。あ、キーマウというか、ほぼほぼキーボードでこれ操作できます。わ、懐かしい、この昔のなんか RPG スクール系の。うわ、いいね、懐かしい。なんかちょっとよくわからない絵画が飾ってある。私にも描けそう。本当に？で、待って、これ、シフトかな？シフト、あ、OK、シフト。シフトダッシュね。はい、OK です。建物絵が飾ってある。診察室だ。中は人の気配がする。診察が行われているみたいだ。病院か。これはまず。シフトダッシュだもんな。ちょっと、久々のこの感覚だからやりづらいかもな。なんか、チェイスとかあったときは。101号室書いてある。あいつがいるのは103号室だ。102。ということはこっちか。103号室と書いてある。中に入りますか？いいえ。どうやらここしか行けないらしい。はい、じゃあ入りましょう。おお、邪魔するぜ。お、来たな、スーズ。そういうノリじゃなかった。ね？これあれや。年下のくせに相変わらずこいつはタメ口だな。ビアンカアクアリウム。なるほどね。うん、読めたわ。水族館のプレミアムチケット？俺、病院から出られないからさ。代わりに行って、感想聞かせて。なんか訳ありだね、いろいろと。何さ、急になって。ちゃんと自分で見に来なさいよ。それに私、水苦手なんだけど。そこをなんとか。ちゃん。す、ちゃん。すーちゃん。回想シーンかな？いや、ここはもうアクアリウムか、もしかして。おい？ルル、スーちゃん。はい。あ、ごめん、ぼーっとしてた。珍しいかも。海で溺れた時のこと思い出してたの？ 12 年前だっけ？違う、別に水なんて怖くない。そうなの？まあ、いっか。
そういえばこのプレミアムチケット、スーちゃんのところの病院の患者さんからもらったんでしょう。そうそう、いつものあいつから。ああ、あの小学生の男の子、優しいね。小学生だったの？私は水苦手なのに仕方ないやつだ。まあまあ、これも何かのご縁ってことで。ルルが行きたかった水族館のチケット、スーちゃんがたまたまもらったのもご縁だよ。ご縁ね。スーちゃん、昔からルルの行きたい場所に一緒についてきてくれるから、たまにはスーちゃんが行きたいところでもいいのに。いいよ、私は行きたい場所も思いつかないし。そうなの？遠慮しないで、スーちゃんが決めてもいいんだからね。水族館楽しみかも、早く入ろう。うん、行きたい場所なんてないからな。あ、はい。お友達かなんかのルルちゃんは。で、受付？操作説明。あ、はいはい。最初にこれ欲しかった。あー、そうか、パッド使えるのか。あ、パッドの方がいいかもな。ちょっとやりづらいかも、正直。ね、せっかくパッド使うの、パッドの方が多分いいような気がする。じゃあちょっとパッドに切り替えます。セット！あ、この方がやりやすい。あれ？あ、OK、OK。うん、これにしよう。パッドにしよう。うん。パッドの方がいいわ。水族館のコミュニケーションノートみたいだ。クラゲがとても綺麗だった。なんで片言？クラゲのイラストとともに子供の、字で書いてある。あ、なるほどね。ごめん。俺が汚れた大人だった。水槽の照明が、水槽に照明の光キラキラ反射している。あ、めっちゃ綺麗だよね。こういうの好き。筆談用の紙だ。カフェはどこですか？2階の突き当たりです。はい。受付をして中に入りますか？ああ、はい。水槽に触れるとひんやりしている。ふん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 。あら、お客様、こちらスタッフ専用ですわ。侵入はご遠慮くださいませ。ごめんなっちゃい。じゃあ、受付して入りますか？早速。あ、クリスさん。松村。こんにちは、ビアンカ水族館へようこそ。チケットお持ちですか？お願いします。はい、お預かりいたします。はっ、プレミアムチケット、お客様珍しいものをお持ちなんですね。なんだか嬉しいですわ。え、そんなすごいものなんですか？珍しいですわ。期間限定、数量限定、限定のもので入手が困難なんです。へー、プレミアムチケットをお持ちの方は特別サービスがつきますわ。え、なに、米一票くれる？米一票。米一票。水族館で米一票ってどういうことよ。バックヤードツアーや、イルカとの遊泳、年間パスポートへの無料切り替えなど特典が様々なんです。めっちゃいいね。バックヤードツアーは別にいいや。イルカと遊泳いいね。楽しそう。そして館長の妻である私、お前奥さんかよ。クリスが専属で水族館隅々までご案内いたします。え、水族館案内してくれるんですか？え、よろしくお願いいたします。じゃあ受付誰やんのよ。お名前は、私はスーズ、こっちがルル。かしこまりました、スーズ様、ルル様。では早速参りましょうか。受付誰やんの？ここからはご自由に水槽をご覧ください。私が解説いたします。あ、はい。聞けた、逃げろ。いかがなさいましたか、スーズ様。音がすごい。人間に戻れなくなる。何事？何？スーちゃんどうしたの？いや、ごめん、なんでもない。そっか、よかった。今日のスーちゃんはボートさんかも。気のせい？うわ、失礼したです。ついボートしてたです。こちらこそごめんよ。お二人ともお怪我ありませんか？うん、ただぶつかっただけ。大丈夫。こっちも大丈夫です。わあ、かわいいヘッドホンだね。この間人気ですぐ売り切れたやつかも。そうです。予約するの大変だったですよ。紫のお姉さん詳しいんですね。なんか嬉しいです。そうかな。
でも浮かれてて音楽に夢中になったらこのありさまだったです。気をつけるですね。おう、そうしてください。それじゃ失礼するです。ヘッドホン発生や。さて行きましょうか。あ、はい。魚が気持ちよさそうに泳いでいる。何の魚だろう。こちらはキイロハギとマダイです。あ、タイ飯。あ、おとやべ。とっても色が鮮やかでお子様に人気ですわ。はい。おじいさんは、ふーん、やっぱり、やはり水族館落ち着くよ。あ、はい。タコかな。タコだ、でっかいな。水タコかな。あ、おー、当たってる当たってる。すごい、水タコだ。こちら水タコですわ。タコの中でも最大級の大きさで、大物だと 3.5 メートルにもなるんです。うにょうにょしてるね。あ、これハコブダイだ。これハコブダイ。わー、青くてでっかい。こちらは、お、全然ちげえ。全然ちげえ。こちらメガネ持ちの魚です。目にある黒い模様が、メガネのように見えることからこの名前になりました。別名ナポレオンフィッシュともいますね。でっかし、よく見ると目がギョロギョロしてる。怖。あ、待って、こっちも水槽あるんじゃない。あ、これだ。トゲトゲトゲありそう。あれだ、カサゴじゃない。おー、いいね、ミノカサゴ。スーズ様のおっしゃる通り猛毒を持っています。この優雅に泳ぐ様に反して実はとても凶暴なんです。こんなに可愛いのにね。せっかくなら全部見てこいよ、うん、わー、丸くて可愛いね。ね、スーちゃん、これは可愛いな。こちらはトラフグとシマフグです。フグです。ご存知の通り、威嚇をする際に体を風船のように膨らませます。またフグは毒を持っていることで有名ですね。1から 2mg 程度のごく、少量でも致死量ですわ。お気をつけくださいませ。はい、じゃあお隣。あれか、なんだっけ、ウツボか。おお、これはなかなかグロいな。あ、当たった。こちらはウツボです。見ての通り鋭い歯を持っています。しかし性格は臆病で、人間から強い刺激を与えない限りは攻撃してくることは少ないんです。目がまん丸だ。人ではどうして星の形をしているんだろう。不思議だ。人手です。ヤドカリさんだ。小さくとってもキュートですよね。ヤドカリはお腹が柔らかく傷つきやすいので貝殻で守っているんですよ。そうなんだ。こっちは、あ、ルル、これ好き。ウミウシさんだよね。ご名答です。のんびりしていて見ていると癒されますよね。頭に触覚があるの分かりますか。これが牛の角に見えることからウミウシという名前になりました。色や形、大きさは様々で3000種類も確認されているんです。そんなにいるの。リンクしたわ今ルルちゃんと。そんなにいっぱい、全部見たいかも。ウミウシさんになって綺麗な海をお散歩してみたいな。何てこの子。わしもかつて水族館で働いておってな、懐かしいの。さようか。オレンジのミミズ。ミミズありませんよ。あ、チンアナゴね。とニシキアナゴ。砂から顔を覗かせている様子がユニークで可愛らしいですよね。砂から出ている部分は体のほんの一部で、全長は35センチ程度もあるんです。結構長いんだね、チンアナゴって。ミミズというよりヘビに近いな。双子ちゃんかな。イカさんだ。ピカピカ。ほんとだ、綺麗だね。イカです。スルメイカかな。美味しそう。わかる。観賞用です。イカは見た目が白く透明で美しいですし、食べても美味しいですわね。そして皆様ご存知のイカスミですが、かつてセピア色の絵の具としてエグとして使われていたんです。そうなの。セピアというのはラテン語で濃いかを意味するんですよ。へえ、それ初めて知った。ウミガメのブチ。あ、これセーブね。ウミガメがセーブね。はい。何ここ、クラゲ。おお、綺麗。こちらクラゲゾーンですわ。ビアンカ水族館の見どころの一つなんです。ほえ、館長はクラゲが大好きでして、この空間はとてもこだわってましたわ。いつ見ても綺麗ですわ。クラゲがふわふわ泳いでいる。一体何を考えているんだろう。何も考えてねえよ。考えるわけないじゃん。一回戻れる。下ってどうなってんの。あー、オッケーオッケー。
ママ、クマノミだ、しましまだね、にも？そうね、白とオレンジのしましまね、にも？ねえ、にもなの？ねえ、にもなの？これは見たことある気がする。こちらはクマノミです。イソギンチャクに住んでいることで有名ですね。イソギンチャクに刺激細胞があるのですが、クマノミはそれに順応する能力があります。これにより天敵から身を守っているのです。とても賢いですわね。こっちはなんだ？ドレスみたいな金魚。金魚は赤がとても鮮やかで美しい魚ですわ。実は船が突然変異して誕生したんです。突然変異なの金魚って？浮かせすぐ黒いのですが、徐々に赤に変色していくんです。友人や彼女と来るのもいいけど、一人で来るのも悪くないな。綺麗な魚、こちらはベタという熱帯魚ですわ。白くてとても美しいですよね。まるでドレスのようなヒレが特徴です。この大きなヒレを広げて体を震わせることで威嚇をします。こんなに可愛いのに喧嘩しちゃうんだね。それはね、生きてるものだからね。カニさん可愛いね。サワガニか、食えるよな。こちらサワガニですわ。カニの大きさは、数ミリ程度の小さいものから足の両端まで3メートル以上になるものまで様々な種類がいるんです。タツノオトシゴって形がユニークで素敵ね。タツノオトシゴだ、可愛いかも。タツノオトシゴはくるっと丸まった尻尾を水槽に巻きつけて擬態します。そのためなかなか見つけにくいんです。へえ、あれ擬態用なんだ。とても可愛らしいですわ。ひょこひょこしてる。赤島ひしらひげビビ投げよ。赤島白髭、ちょっとよ。せーの。赤島白髭蛇。赤島白、もういいわ。もういいわ。赤い模様が鮮やかで素敵ですね。グリーナーシュリンプと言われており、魚の表面についた寄生虫を排除してくれるんです。水族館のお掃除もぜひ手伝ってほしいですわ。皮肉ですか、それは。奥さん。こっちも続いてる？お、なんかまだ、あれ？さっきの子じゃん。ここら辺は特に何もないと。ん？おい、嬢ちゃん。おい。え？する？ん？ここなんだ？あー、こう繋がってんのね。なるほど。で、とりあえず一周したのかな、これで。A few moments later. ああ、なんか見れなかったの。待てよ、もう一回見たい。三つ葉模様で可愛いかも。ぽってりしてるね。こちらはタコクラゲと言います。付属皮が8本あるため、この名前になったんです。8本あるため、この名前なんですよ。毒はよく刺されてもほとんど痛くありません。そのため、ペットとして飼育する方もいらっしゃるみたいですわ。まあ赤いクラゲだ。その見た目通り赤クラゲと言います。乾燥させると細胞が、脂肪が舞い上がり、それが鼻に入るとくしゃみが止まらなくなります。そのため別名ハクションクラゲと言うんです。天草クラゲ、リボンみたいなクラゲだ。美しい見た目に反して猛毒を持っているんです。また天草クラゲ以外のクラゲ、つまり仲間以外のクラゲを食べてしまうんです。そんな一面も美しいですわ。幽霊クラゲって言うんだ。確かにお化けみたいかも。名前の通り幽霊のように怪しく白く透き通っているのが特徴です。幽霊に連れて行かれないように気をつけてくださいね。何ですか、この後なんかそれ予告してる、もしかして奥さん。水クラゲだ。なぜか親近感湧く気がする。カラージェリーフィッシュ。カラフルで美しいクラゲですよね。こんなにいろんな色がついているのに、なぜ色がつくのかまだ分かっていないんです。同じクラゲでもこんな種類があるのね。勉強になるわ。あ、さっきの水色のお姉さん、クラゲかわいいですね。ここの水族館お気に入りなんですよね。住みたいくらいです。なんちって。この喋り方やめようかな。ここの水族館よく来るの？はい、よく来るですよ。年間パスポートも持ってるです。ほらほら、年間パスポート持ってんのか。
わー、可愛いデザインだね。裏には顔写真入るんですよ。あ、トイさん。しかも2012ナンバーって。もう2000人いるの会員がすげえな。本当だ、立派なカードだ。欲しくなっちゃうね。あ、トイちゃんなんだ。ふふん、でしょでしょ。いつもポケット入れてるんです。ここの水族館気に入ったらぜひです。あ、はい。どれどれ。じゃあちょっとこの先行けるのかな。あ、オッケー。この先進みますか。はい、進みます。あ、すごい。あー、すごい。なんかダイナミックなパノラマみたいな感じ。いや、こういうのすごいね。いいね。え？何もいない水槽？なんで？こんな大きな水槽なのになぜ一匹も生き物がいないか疑問に思いますよね。サメでも飼うんですか？ふふ、何もいない水槽も雅だと思いませんか、スーズ様。ホグロコスキコ、以前ここにはビアンカ水族館の人気を取り戻してくれた生き物。違った。言い方を変えればビアンカ水族館の命の恩人が暮らしていたのです。命の恩人？あ、マジでいたんだ。サメ、適当にいたのに。サメです、ホウジロザメ。へえ。サメを展示する前は周りの新しい施設にお客様が流れてしまい、ビアンカ水族館は廃館の危機を迎えていました。かなり古くて小規模な水族館ですから無理もありませんわ。そんなある日、館長が目の前の海で傷だらけになっているサメを見つけたのです。館長は傷だらけのサメを水族館に連れて帰り看病いたしました。あの時はびっくりいたしましたわ。そして館長は天からの贈り物だと言い、このビアンカ水族館で飼育展示することを決めたのです。しかし水族館でホウジロザメを展示するのは世界でほとんど類を見ないほど珍しいことでした。もちろん反対する従業員もいました。しかしサメはみるみる元気になりまして、試しに展示してみたら、展示してみたところ大好評だったんです。ホウジロザメは町中に話題になり、お客様が一気に押し寄せたんです。その結果経営は回復、水族館を存続することができました。ホウジロザメがいなくなったらビアンカ水族館も私ももういなかったでしょうね。クリスさん、そのサメ今どこに？生きているか、それとも亡くなってしまったか、どっちだと思います？この人意地悪だ。冗談ですわ、まだ生きていますよ。事情があって水族館の裏で管理してるんです。とっつきにくい。しかもホウジロザメはある、特徴があって。はい。って、あら？あれ？ムだっけ？メメだっけ？ミミだっけ？いないよ。あ、え？あ、ルルだ。全然違えよ。スーズ様、ルル様いらっしゃいません。へっ！あいつどこ行った？はっ！確かにいない。ルルまた一人ちょこまかして。ルル様探しましょう。私はこの先を探しますので、スーズ様戻ってみてくださいまし。わかりました。そっちはお願いします。あ、はい。あ、ルルを探さなきゃ。あ、ぼっちになっちゃった。ぼっちになっちゃった。よし、じゃあ行きますか。A few moments later. ん？あ、行けた。ルルがいない。先に行っちゃったのかな。バックヤードこれ。入って大丈夫？あ、セーブがあるやん。こっちでセーブしようと。教えてよ、ルルがどこに行ったか。何を言ってんだ、この子。あ、なんだ。お？お？なんだここ。屋上かな？水が近い。ルルを見つけなきゃなんだ。行かなきゃ。あ、はい。頑張ります。これは何？水槽の中にキラキラしたものが拾えますか？パールのブレスレット。水槽なんだこれ。これルルのだ。なんで水槽の中に、ルル一体どこに。うっ、うえうえ、スズちゃん終わったか。終わったな。
あー苦しい。この感覚、そうだ、12年前に小さい頃海で溺れた時の。助け。あそこだ、小さい女の子が、襲われてるぞ。サメ、サメ、もしかして。助けろ、早くしなきゃ、あの子食べられちゃうわ。サメかなんか、ちょ、あれだ、いつでしょうか、サメかタコかな、ん、サメ、ん、サメかタコかな食べられる。なんだっけ、確か私は大きな何かに、え、わあ、真っ赤に染まった急に、どうした、どうした、え、あらららららら、らどこ、ここ、まさかルルもここに、早く探さなきゃ。ルルのアクセサリー、ああ、スーズちゃんあげたのね。なんかあるね。あーやばいね、めっちゃ持ちバキしてる。おっと、顔だけ真っ黒に塗りつぶされた写真が落ちている。怖っ。あらら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 、崩壊した。何の音、めっちゃぺっちゃんぺちゃしてる。ウミガメさん、君はずっとここにいるのね。なんて書いてるか分からないけど、まあイントネーションも、うん、なんか何がしてるのか分かる。わあ、これチェイス来たらどうしよう。ああ、あ、大変だ、あ、大変だこれは。あ、待って、痛いです。トイちゃん、誰か、どこ、君、もしかしてさっきの、なんで血だらけなの。それにこの足、人間の足じゃない。え、誰かいるの、何も見えない、痛い、痛いよ。人間じゃない、どういうこと。あー、もうなんかもうよくわかんない。水槽の中から不気味な声が聞こえる。ああ、激しすぎじゃね。おっと、え、急に変わったよ。何ここ、あ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 、なに、あ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、何が落ちてきたの。あ、すごいすごいすごいよ、すごいよ。ちょっと待って、マジチェイスになって、これ逃げれる自信がないって。え、なんかいかにもこれ見ろって感じの矢印がえ、覗きますか、嫌です覗かなきゃいけないじゃんこれ、きっと見るか。本当に、本当に、え、いいよ、何、何、あー、何、え、びっくりした、なんやねん、この音何で、さっきからこのピタピタピタって。どうしようどこに行けばいいのこれ。あの矢印が書いてるしな、こっちなんだろうな、きっと普通に。え、多分フラグが立ってると思うんだよ。いやー、とりあえずこっち行けばいい。あー、血のような液体の中で泳ぐクラゲは気持ちよさそうでもあり、苦しそうでもある。目玉のようなものが落ちている。怖っ。どこに行けばいいんだこれマジで。あー、誰が話しかけられている。おお。すごいよ。すごいよ、もうなんか。ずっと見られていると水槽の中に吸い込まれそうだ。ああ、はあ、何、何、こっち、
あ、受付っぽいとこ、これだ。これだね。電話の手で状況取りますか？嫌です。嫌です。真っ赤な字で何か書いてある。はい、や、く、に、げ、で、う、し、後ろ。誰かの日記の歯切れが落ちている。字もかすれている。今日も、まあ、調子悪いみたい。私の願いは妻だ。深海の石は今日も美しく輝いてます。こんな愛してるのにあなたが好き。クラゲもこんなす、全然あなたはどうで私のものじゃないの。私あなたと同じ人間になれない。なんで好きなになのにこんなに好きなのに好き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 。あー怖っ。ところどころ読めない箇所がある。メモが落ちてる。巻紙の彼女はまだ生きている。え、文字が書いてある。はいはい、これ血だよね。怖っ。とりあえずセーブしよう。電話出なくてよかったのかなあれ。一応見てみる。あ、鳴ったね。一応出てみるか。よくわかんねえ。さて、ではこちら行きますか。何も触れないね。え？おっと？ループものですか？あー、ん？急に、え、自動になった。自動で歩くようになったね。スーズちゃん？出口がない。どういうこと？そしてアクアリウムの色がいい感じになってるよ。この先に出口があるの？行ってみよう。ルルル。エンカウント？何これ？こんな、金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 、変、変屈か。金、どっから金出てきた？近いって感じでもね、極端、驚いた。一体どうやって入ってきた？はん？借金言うとるよ。抵抗したら殺す。私の質問に答えろ。殺される。あ、綺麗なお姉さん。じゃあ殺されてもいいか。いや、ダメだ。誰だ、貴様。スーズです。私はスーズ。トトロ見たもん。待って、エンディング。あ、ごめんなさい、オープニングでした。もう終わったかと思った。はい、ということで、本編始まりました。アカリウマ踊らない。いや、なんかそう、音楽いいね、めっちゃ好き。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、ベルマークにツイッター、もちろん押してくれるよな。え、押さないって。じゃあ今からお饅頭行くから。